確かこの辺だったよな。んな気もするし、すげえ気もするし。どっちなんだ、はっきりしやがれ。おいおい、俺に当たんなよ。お前がジャパニーズ忍者を探すって言うから付き合ってやってんだぜ。何もこっちが探さなくても、ツナと一緒にいりゃまた向こうから襲ってくるんじゃねえか。10代目がいるとこじゃ話ができねえだろうが。あれか、いるのか、ジャパニーズ忍者。悪いが話があるんだ。手は出さねえから、いるならちょっと出てきてもらえねえか。つけたぞ、ジャパニーズ忍者。さあ、ボクシングの練習だ。ああ、そういうな。今日は貴様に取り入って頼みがあるのだ。その話も重要だが、今日は別の頼みがあってきたのだ。頼みというのは、沢田に貴様の変身術を伝授してやってほしいのだ。貴様、男の約束を破るのか？またんか、ジャパニーズ忍者。待ってたぜ、ジャパニーズ忍者。今日は綱抜きでお前に話があるんだ。なあ、俺たちのクラスの劇に出ねえか。いや、そのおめえに10代目の演技顧問を頼めねえかと。何しろお前、見るからに忍者って感じだしな。お、なりきってるぜこいつ。よし、決めた。おめえには何が何でも10代目の演技顧問に就任してもらうぜ。逃げたぞ。やっぱすげえ仕掛けの使い手だな。手分けして探すぞ。てめえらとっとと動け。はい、なんとかお願いしなきゃね。なんだてめえ、どうなってんだ。おい、行くぜ。行くぞ、たげません。うなんだ。
また会ったね。何してるの？そうはいかないよ。うちの生徒がいじめられたからには風紀委員長として君を放っておけない。決まってるじゃないか。今ここに噛み殺してやる。行くぜ。まずは一つ楽しませて、ね、行くぞ。生意気だね、君。負けるよ。何事だ、おい。バカ者、俺も僕寺も貴様を説得しに来たのではないか。しっかりしろ、タコヘッド。おい、みんな、こっちだ、こっちにいたぞ。タコヘッドも一緒だ。おいおい、やっと見つけたと思ったらお前ずいぶんひでえことするんだな。たかが演技顧問を断るのにここまでするか。君たちの知り合いなんだ。それなら後始末は任せようか。知り合いってわけでもねえけどな。どうなってんのこれ。やべ、つなに見つかっちまった。師匠もご一緒でしたか。パオーン。ひばりさんまで一体何があったの。見ての通り、僕寺がこの忍者っぽい男にやられちまったんだ。僕寺君大丈夫。なんてひどいことを。本当に君がやったの。こんなとこにいやがったのか。極寺くん、あちゃ、10代目まで。山本、ひょっとしてもうバレてんのかって。なんだおめえら、俺の顔なんかついてるか。悪い、なんか俺話が見えなくなってきた。本当にお前なのか、タコヘッド。だっこら、どういう言い草だ、芝生頭。落ち着いて、極寺くん。ほら、ここにもいるんだよ。何がっすか。極寺くんが。誰っすか、こいつ。極寺くんだよね。騙されないでください、10代目。俺は本物っす。信じてください。こうなったらあれをやるしかねえな。うん、悪く思わないでね、極寺くん。まさか。やっぱりそうなんすね。こっちが本物で間違いねえな。その辺にしといてやれ。ひぶっ倒れてるのが偽物か。白黒はっきりついてよかったじゃねえか。何言ってやがるてめえ。やめとけ。今ここでおめえに勝ち目はねえぞ。まあ落ち着け、おめえら。リボンさん、いつの間に。さっきからずっと一緒だったじゃん。こいつはボンゴレファミリーに化けた資格を返り討ちにしたんだ。そうだな、ジャパニーズ忍者。そ
こうなのか。それならそうと早く言えよ。すげえじゃん。やはりボクシング部に加入すべき逸材。それなりに噛み応えはありそうだね。そうと分かりゃ話が早いぜ。お前は10代目の演技顧問で決まりだ。何の話それ。ツナには内緒にしとこうと思ってたんだけど、こいつにツナのスタントを頼めねえかって極寺と相談してたんだ。きっと極寺君に騙されてると思うけど、だいたい見当がついたよ。いいな忍者野郎、今日から一緒に練習に出てもらうぞ。その後はボクシング部のトレーニングに合流してもらおう。なんならついでにファミリーに入らねえか。あっ、また逃げやがった。何度見てもすげえ仕掛けだな。まさに目にも止まらぬ身のこなし。だから暗殺者だってのに。ビアンキ、もう戻ってきたの？買い物に行ったんじゃ。遠慮しとくよ。ビアンキ、やっぱり無理。さっさと消えなさい。ポイズンクッキング。おとなしく食らいなさい。
死になさい。ローメオ！ローメオ！覚悟！ポイズンクッキング！ふん、死んでなさい。買い物に夢中になってたのか。財布落としただろ。だろ。ここだぜ。ほら。金の財布と銀の財布。どっちがツナの財布だ？俺はツナの足元に2つ落ちてたのを見つけたんだ。どっちがお前のかまでは分かった。ツナ、よく正直に答えたな。お前の財布はこのボロい財布だ。ほら。財布をよく落とすドジなところは改善の余地ありだな。じゃあな。何かよ。暇なんだね。用がないなら行くよ。ついてくる気。影から見られるよりはマシだ。別にただの息抜きだよ。見つけたぞ、ひばり教や。邪魔だよ。さあ、そうかもね。よくあることだから気にしないし、巻き込まれないうちに帰ったら。物好きだね。
いや、チッ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 、特に行き先は決めてないよ。学校に用事がある。そう。じゃあね。群れるのは嫌いなんだ。お、いいピンか。なんだ、ひばりに遊んでもらってたのか。よかったな。よくわかんねえけど、なんかそういうルールなのかな。サンキューひばり、面倒かけてな。勝手についてきてるだけだ。触れなくてもいいじゃねえか。子供好きなら周りの印象もアップするぜ。さっきから慣れ慣れしいよ。おっと、俺も参加か。けど悪いな、今は配達の途中でな。また今度混ぜてくれよ。じゃな。見つけたぜ今日や。連絡は言ってるはずだろ。なんで待ち合わせ場所に来ねえんだ。なんで、まあ、あ、ほら待て今日や。僕は忙しいんだ。相手してる暇はないよ。いつもそれじゃねえか。今日は叩きのめしてでもついてきてもらうぜ。できる。急に目の色変えやがって。バトルマニアだ。ごたくはいい。始めようか。じゃあ。お、気をつけて帰れよ。モテるね今日や。ちびっこ相手にデート中だったとはな。そりゃ俺の用事もすっぽかすわけだ。無駄口叩く余裕がある。この野郎、無駄に強くなりやがって。